で、まあ、見ていただくとこんなような形のボウフラだったりウジ虫だったりとかするのでどうなのかなと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、またちょっとこれもそうですね、まあ、の衝撃的なのかもしれませんが、これは浜松医科大学の針山先生からいただいたもので、ハムシというちっちゃい虫です、はい、見ていただくと分かる通り、まあ、彼らこんなに大きな口があるのにどうして真空管で平気なのかなというふうな気はするんですが、まあ、ちゃんと拡大しても見れますし、そうですね、もうちょっと一応拡大してみたりすることもできます。あの昆虫の足先にある細い毛みたいな構造なんかっていうのももちろんこれで見えてます。多分時間がちょっとかかるんですが、これないか、すいません、今日はちょっと持ってきてないですね、はい、まあちょっとお子様とかに見せるには少し衝撃的かもしれないです。で実際これが我々のところで撮ったもので、これクモです。あのそこら辺で捕まえてきたクモにナノスーツをつけて、まあ、電子顕微鏡の中に入れてると。でちょっと大きいので何とも言えないんですけれども、一応これステージを動かしているわけではなくクモが動いています。で普通の方法だと大体お腹がぺっちゃんこに潰れてしまってたりとかするんですが、まあまあ、ちょっとここら辺足かけてますけど、多分これはまた別問題だと思うんですが、あの一応ちゃんと生きている状態で見ることもできています。で、まあ、各部をもうちょっと拡大して見てみればこんなような形で、まあ、割と表面細かいところまで見ることはできています。ただ、ですね、一つまあ問題点なのは生きているものだと先ほどの通り動いてしまうのでスキャンすることはできません。なので、まあ、高解像度観察が可能かといえば可能なんだけれども、その画像の絵を取得するのはかなり困難っていう、ちょっとあの、まあ、どうしようもないんですけれども、生きて動いているので動かれたらどうしてもどうしようもないので、あの撮りようがないんですけれども、まあ、一応あの、まあ、動画とかを撮っておいてそこから切り出すことは可能ですし、まあ、若干そういう意味ではあの画質落ちてしまいますが、まあ、まあ一応それなりに拡大して撮ることは十分可能です。あとはそうですね、ある程度入れておくとやはりそれでも昆虫少しずつは弱っていきますので、弱って動かなくなり始めた時から撮ったら、まあ、まあもう少し綺麗な絵は撮れるかもしれません。で実際に昆虫以外にもあの植物なんかも、撮れます。これは副樹層だそうです。で表面見てみると、まあ、こういう形で表面にシワみたいなものが寄っているのが分かるそうです。で、私も何か植物取ろうと思って、ブロッコリーを買ってきて、見てみました。で、まあ、植物表面です。でこれ見てみるとこのような形で気孔が、見えたりもします。でそれ以外にも、ちょっと分かりづらいんですけど、まあ、ワックスの結晶なんかっていうのが見えたりもします。であのちょっとナノスーツ全般に言えることなんですけど、場合によっては実はこのブロッコリーも、ナノスーツ溶液使わずに見ることもできます。植物とか昆虫それなりにあの粘液とかワックスを出してたりしますので、場合によってはそのまま入れるだけで 見れることもあります。実はこれ両方とも試したんですがあんまり変わらなかったので、そのまま見れます。なので、まあ、恐れずに電子顕微鏡に入れてみるのも一つ手かなという気はします。ただ壊れてもちょっとすいません、フォローはできないので、そこら辺は自己責任でお願いします。でそれ以外にも食品でいうところでナタデココなんかっていうのも見ています。はい、どうしてもあの電子線当てる前に高真空で引いてしまいますので多少縮んではいます。ただあの、まあ、見ていただくと分かるかと思うんですが、別にあの特に帯電している様子もなく、表面にこういうファイバーですね、ナタデココのファイバーなんかっていうのも見れています。で多分なんかここら辺ナタデココ菌かなんかじゃないかっていうふうな指摘はされたことがあるんですが、こういうのですね、ちょっと僕はあのそういうの詳しくないんでわからないんですが、まあ一応こんなような含水系のものっていうのもそこまで完全に乾燥する前に見ることはできています。でここからはあの針山先生からいただいたもののオンパレードなんですけれども、一番初めは見れなかったこういうプラナリアというような生き物も、これなんか心臓が確か動いていると言ってたような気がするんですが、まあ、こういうような形で動いている映像もちゃんと撮れるようになっています。はい、で、まあ一応ナノスーツ法を利用することでさまざまな昆虫や植物をまあ生きたままで観察することはもう可能になってきました。で、まあやはり今までのはいろんな前処理だったりとか、まあ、乾燥させたりとかされてたので、今までは分かってなかったことを新たな知見が得られるような可能性も十分あり得るかなと思っています。で、まあ、食品なども乾燥させずにある程度見れることができますので、まあ、北海道なんか特にそうなんですけども、食品の安全性だったりとか、まあ、状態なんかっていうものを知るための一つの指標になるのかなというふうに思っています。
で、ですね、これからちょっともう少し、進んでいる話をさせていただきたいんですが、ちょっと我々のところでは支援することができないので、まあ、一応ここまで可能だという観察事例の紹介だけをさせていただきたいというふうに思います。ちょっとこっちはまたグロテスクなんですが、ラット、ネズミの腹膜の、まあ、セム像ですね。そうですね。で、今までの実は紹介してさせていただいた 1% トゥイントゥエンティだけのナノスーツでは、実はこういう病理標本だったりとか培養細胞っていうのは見ることができませんでした。どうしてもそのうちチャージアップしてしまって、まあ、勾配にすることができないということがありました。で、なのでこれをどうにか克服したいということで、まあ、ちょっとした添加剤なんかをいろいろ入れてあげて、新しい、なんかちょっと何だったか忘れちゃったんですけど、 SSE という形で少しグレードアップさせた溶液を作ってあげますと、今までチャージアップしてしまったようなものもチャージアップせずに見えるようになったと。これが一応固定病理標本だそうです。そのまま入れるとチャージアップしてたものがその溶液にちょっと変えてあげることで、まあ帯電せずに観察することができるようになったそうです。で、実際にこれのいいところというのは、これはがんの浸潤でしたっけ、ちょっとすみません、医学用語がわからないんですけれども、正常細胞にがん細胞がこう増えて、なんていうんですかね、まあ、アタックしてきたところだそうです。で、このフロントラインだというところで、要はここら辺はがん細胞だけれども、ここら辺は正常細胞で、でどこまでが要はがん細胞、正常細胞かっていうのがすぐわかるというものです。で、こんなような形で、これ人の胃がんだそうですけれども、まあ、正常細胞とがん細胞の判別が可能で、まあ、実際断面とかも見ることができて、まあ、ちょっとこれはすみません、僕はなんて固定した、コメントしたらいいのかわからないんですが、一応見れていると。で、まあ、利点としては先ほども、述べましたように、ナノスーツ法は基本的に浸して見るだけなので、例えば今までだと、例えば患者さんからがん細胞を取ってきてどこまでがんが進行しているかっていうのは、要は病理標本なんかを作ってあげて、まあ、染色なのちょっとわからないですけど、いろいろな処理してあげて見なきゃいけないので、それなりに時間かかったんですが、これは場合によっては取ってきてその場でナノスーツつけて入れれば見れるので、まあ、かなり診断が早くなると、そういうような使い方もできるだろうというふうにおっしゃられています。で、一番初めに出てきたマウスの腹膜なんかっていうのも、新しいものであればきれいに見ることができます。今までだとそのまま入れてしまうと干からびたりとか、まあ、ちょっとチャージアップしてたものが含水状態を保ったままきれいに見れるようになっています。で、それ以外にも、性細胞ですね、生きている培養細胞なんかっていうのもちゃんと見えていると。で、そのまま入れると当たり前ですけれども、まあ、干からびてしまったものが、こういうような溶液をうまく使ってあげることで、まあ、細胞がちゃんと見えているでしょうと。で、加速だったかと思うんですが、ちゃんと足を伸ばしているようなところもちゃんと見えていると。で、こちらも、取り出した後にもう一回培養すればそのまま、増えるというところで、ちゃんと生還できているということまで確認しているそうです。というわけで、まあ、一応培養細胞なんかっていうものも十分対応可能な手法になってきています。で、ここはちょっと私もまたさらにわからないところなんですが、大腸菌とファージの、ファージが大腸菌に感染する様子を、まあ、FECM で観察したというものです。で、これ大腸菌で、その表面に、まあ、ファージ、ウイルスでしたかと思うんですが、まあ、ウイルスですね、がいて、それがこう表面に埋没していく様子なんかっていうのも、まあ、ちょっとこれだと私には何とも言えないんですけども、一応ちゃんと、まあ、感染している様子が見えたという報告も出始めています。まあ、このような形でかなり現在進行形で実施例は増加して、可能性も増えています。で、一応簡単にまとめさせていただきますと、まあ、今までの方法ですと、まあ、いろんなアルデヒド系のものだったりとかで、固定化して染色して、脱水してとか、まあ、いろいろな方法があったんです、方法を経てから見れてたんですが、まあ、これいくつか分かれてますが、基本的に生きているものを、ナノスーツの溶液に浸して、電子線当てればもう見れると、まあ、実際こことここはもうほぼ同時に行っていますので、まあ、非常に簡単ですというような方法で、まあ、細胞だったりとか、こちらも細胞ですね、まあ、昆虫、ウイルス、まあ、植物といったような、まあ、普通だったら見えないような含水状態のものも非常に簡便な方法で見ることができるようになっています。で、ちょっと詳しい話は、まあ、いくつか文献などがありますので、こちらを参照していただくとより、理解が進むかなというふうに思っています。
お配りしたスライドにあったかどうかちょっとすみません覚えてないんですが、もしあったらそれを参考にしていただければなというふうに思っています。あと、まあ、一応我々、地層世界大のナノテクプラットフォームでは、まあ、昆虫とか含水状態の、まあ、人工サンプルだったりとか植物なんかっていうものは、対応させていただこうかなというふうに考えています。ただ申し訳ないんですけれども、あの細胞や菌類など、ちょっと特別な施設ですね、培養設備が我々のところにはないのと、要はあの遺伝子系の組み換えだったりとかそういうもの の, あの、まあ、部屋もない、かつ倫理委員会自体がそもそも大学に存在していないので、もともと工学系の光系の大学だったので、まあ、そういうものはないので、ちょっとそういうものについては我々のところでは受け入れることができません。で、あの細胞などに関しての論文はあのもう今書いてて近々、公表される予定だそうなので、先ほどちょっと伏せさせていただいた添加物なんかっていうものもその論文にはちゃんと記載されるはずですので、まあ、あの申し訳ないんですけどもう少し待っていただければその論文で、まあ、もうちょっと最新の情報も得ることができればと思います。で、もし我々のところであの、まあ、見てみたいということがあった場合、こちらも先にあの申し上げさせていただくんですが、一応情報は全て浜松医科大学と共有させていただこうかなというふうに思っています。ちょっと我々のところだけでやるのはいろいろと問題があるので、浜松医科大学様と一緒に共有してやっていきます。その分逆に言えばあの、まあ、最新情報も我々のところには来ますので、まあ、どんどん、浜松医科大学でどんどん、新しい技術が開発されたものを我々のところで使えるようにはなっていくというふうになっています。はい。で、まあ、我々としては、まあ、開発と、まあ、観察事例を増やしていくことで、まあ、ナノスーツを広く一般に普及して、あのこれは日本初の技術ですので、まあ、世界に発信していきたいなというふうに考えております。で、実際にまあちょっと最後のスライドなんですけれども、まあ、ナノスーツ系のものに関しては私の方までご連絡いただければなというふうに思います。で、まあ、ちょっとプラットフォームとしてはよろしくないのかもしれませんが、ちょっとナノスーツってやっぱ特殊なものなので、もし可能であれば事前にサンプルを1つか2つか送っていただければ、こっちでちょっと試しに取ってみることは可能です。で、実際にあのちょっと紹介はしてないんですけれども、いくつかサンプルはすでに取って、まあ、有用そうだというのは、情報はもうもらえてます。あのわざわざ北海道まで来てダメでしただとちょっと申し訳ない気持ちになってしまうので、まあ、簡単なものであれば日常軽く試すことぐらいは可能というか、まあ、やっていますというわけで、まあ、もしご興味がありましたらご連絡いただければなというふうに思います。ありがとうございます。